ここの今池間さんがやってらっしゃるレストランっていうのはどんなタイプのレストランなんですかね、はい、うちのレストランタイプとしてはまあそうですね、学生でも来れるとか、はい、まあその特にまあ気軽に来れる値段設定で、はい、まあ用途もそうですね、まあデートでも普通にちょっとご飯一人で来る、一人で食べに来るでもいいし、はい、とりあえず来やすい店、来やすい、はい、まあそれはあれですね。それはもうマカオ東京関わらず、関わらずそうですね、来やすい店、はい、あ、なるほど。カフェで提供してる料理っていうのは、はい、どういうスタイルの料理なんですかね。うちはまあ基本そのオムライスとかカレーとか、はい、まあ、パスタとか、はい、まあ、ちょっと日本の洋食を中心に、はい、あ、なるほど。そのカレーや、まあ、オムライスはさっき作ってましたって言うんですけど、カレーやパスタの作り方っていうのはもう独自で研究なさったんですか。はい、そうです、日本にいる時大体そうですね。あ、はい、それはどのように。まあシェフの友達ともいたりとか、あ、まあ、シェフの友達いたんですか、はい、友達がいたりとか、あとはまあそうですね、いろいろ食べに行って、そうですね、あ、盗んだんですか。そうですね、味はそうですね、美味しいなと思ったのは。そうですね、味覚すごいですね。いや、そんなでもないですけど、まあとりあえず慣れればなんとなく何入ってるか分かるようになるんで。ああ、そうなんですか。夜な夜なカップラーメン食べて美味しいなと思って。いやいや、美味しいですよ。美味しいですか。美味しいですよ。すいません、すいません、全然ちゃんとです。池間さんのじゃ今こちらでちょっと働いているということなんですけれども、はい、日々のこちらのレストランでの仕事っていうのは、はい、どういうものがあるんですかね。まあ僕の一番の仕事としては、はい、その従業員が働きやすい環境を作るということが一番の仕事で、はいはい、まあ、自分が主だって働くというよりは働きやすいように、はい、まあ、お客さんをどう呼ぶかとか、はい、やっぱりそのいろんな設備であったりとか、はい、まずはその環境づくり、環境づくり、はい、それが一番大事。日々の仕事の中で取り組まれてったりっていうのは何かありますかね。はい、まあやっぱりそうですね、一番もう何年か経ってくるとやっぱりそのプロモーションというか、どうやってお客さんを呼ぶかとか、まあ、新しいメニューを考えるとか、はい、あと今度あのフードフェスティバルっていうのがちょっとマカオタワーの方であるんですけど、ああいうのも参加したりとかして、あ、なるほど、また新しいお客さんをどう呼ぶか、そうですね、まあそういうことが一番ですね。どちらかというとここで実務といいますか、はい、料理を作るとかそれを会計をするとかいうよりは、はい、どちらかというともっと上からの、上からっていう言い方も申し訳ないですけど、まあ、まあ管理する立場だと思う、管理の、はい、環境作りとか、ね、はい、これからの商法の方をやってる、そう、その日々の仕事っていう方、そうですね。今一応、今さっき言った日本人山木が、まあ、一応店長みたいな形で、はい、この店の、まあ、大事見てるんで、はい、まあ、主にそのシェフの方もやってくれてるんで、はい、僕はそうですね、そのまあそうですね、環境作りの方が山木さんって先ほどいた、はい、はい、そうです、ね、あの方がその相棒の方は、あ、ではないです、あ、そうです、相棒は東京にいるんで、あ、はい、山木さんが、まあ、一応店長みたいな、あ、なるほど、なるほど、はい、そうです。じゃあ、あとですね、このまた基礎的な質問を持ってしまって申し訳ないんですけど、はい、そのレストランの場所っていうのは、はい、東京の、六本木と、はい、こちらのマカオ半島の2点と、はいはい、そうです、あれ先ほどその2点と、そう、弁当屋は、まあ、あ、すいません、弁当屋さんです、弁当屋さんもそうなんです、マカオですね、マカオの方にあると思います。あ、わかりました。じゃあちょっとここですと、そのプランニングというかこれまで、はい、仕事のことを聞きたいんですけども、はい、まあ、そのなんでマカオを選ばれたのかっていうのをお聞きしたいんですけども、はい、マカオを選んだのは、はい、まあ、そのちょうど東京のお店が10年ぐらいもう経ってたんで、はい、もう一軒作ろうっていうのを前から考えてたんですよ、はい、でその時に、まあ、渋谷にしようかとか銀座にしようかとか、はいろいろこう池袋いろんな案があったんですけど、どれもちょっとこうピンとこなくて、はい、すごい悩んでる時に、はい、たまたまその内装屋の先輩だった方が、はい、あの、はい、六本木に来まして、はい、その先輩がマカオ科学館っていうのが今あるんですけど、はい、マカオ科学館で2年間内装工事でマカオにいたらしいんですよ。あ、なるほど。ですごいマカオがいい環境 で、はい、でその時ちょうどそのまあ科学館があそこにあって、その先に赤坂カフェっていうカフェがあるんですけど、はい、そこがすごく流行ってると、はい、で日本式のカフェがすごいマカオに今受けてると、はい、だからマカオでもう一軒そういう日本式のカフェがあっても流行るから、はい、やってみないかって声をかけられたのが、まあ、きっかけですよね。あ、そうなんですね。じゃあもともとちょっとマカオに昔住んでたとか。あ、全然もう全く知識もなくて、うん、あ、そうなんですね。その先輩に言われる前、香港も来たことがなかったんで、はい、そうですね、全然未知の土地だったんですけど、はい、ちょっとまあ聞いた話がまあ面白そうな感じがすごくして、はい、まあ、銀座でやれるも渋谷でやれるもそれマカオ面白いなと思ってそうですね。それでじゃあとりあえず見に行きますと、はい、でその話を聞いてすぐ2週間後にマカオに来て。あ、すぐ来たんですね。すぐ来て、そうですね。
でいろいろまあ見て回ったりとか、はい、まあそうですね、食事行ったりスーパー行ったり見ていくうちに、あ、こういいなと思い始めました、ね、あ、なるほど。いやもうあれなんですね、どちらかというと海外っていう視野がもともとあったんじゃなくて、あ、じゃないですね、海外であれ行ってみるかって言って行ったらもうすごい素敵やった、あ、そう、行けできるかもと思ったんで、あ、そうですね。でそこからマカオでレストランを開くまではどんぐらい時間が、あ、そう、結構時間かかるんですよ。ここに来て一番これやって思った理由とかあるんですかね、やっぱここでマカオでレストランを開きたいっていうそのきっかけ、その先輩のことだと思うんですけど、こちら来た時に、はい、まあ、一番もう決定だって言える方はおかしいですね。まあそう、まあその挑戦しがいがあるという、はい、まあ、あんまりその日本人でやってる方もほとんどいらっしゃらなかったですし、はい、であと日本での反応もやっぱマカオでお店やるっていうと、はい、みんなやっぱちょっと驚くんですよね、はい、マカオみたいな、そうですね、どこみたいな、そうですね、言われますね、はい、マカオどこってすごく言われますよね。そうそうね。で周りのちょっと知識ある人間だと、はい、なんかそのマフィアに潰されるからやめた方がいいって言われるんですよ、マカオでやるとっていうのもあったりして、やっぱその人に言った時 の、 そのみんな驚きもあったし、はい、あ、そういうことってやっぱりその挑戦する、はい、その意味があるんだと思って、そうですね、そのちょっとモチベーションが上がったんで、なんとか、はい、まあできないかもしれないけどやってみようっていう気持ちに、そうですね、強くなったっていうのが、そうですね、挑戦心っていう形で、そうですね、周りに一人もいなかったんで、はい、そうですよね、やってみたいなっていうのは、そうですね、そうですよね、はい、マカオに留学するだけでもえって言われるのにそうですよね。すごく今思いました。じゃあその先ほどちょっと聞いたことかぶってしまうんですけども、はい、今ではその日本に行って、まあ、お弁当屋さん1店と、はい、日本に1店とマカオに1店ある上で、はいはい、まあ、オーナーとして、はい、まあ、2つの店をどうやって切り盛りしてるのかなっていうのをお聞かせいただきたいんですけど、はい、とりあえずマカオ、基本的にはマカオにいるっていう、基本的にマカオに住んでます。で東京の方には 2,3 ヶ月に一度数日間帰るっていう形だったんですけども、それの上で多分マカオの方は池田さんがいらっしゃるので、はい、しやすいかなと思うんですけども、はい、日本の方、はい、を維持するというか、あ、はい、レストランを維持するためにはどのようなことを、そうです、一応日本の方はまあ10年やってたんで、はい、一応大体その基盤というか、まあそのなんだろう、1年通したまあこの時期はこういうことこういうことだんだん決まってきてたので、はい、であとはまあ相棒が、まあ、2人でもともと始めてるん で、はい、で相棒の方に少しずつ、そうですね、まあ来るまでは僕がほとんどそのマネジメントやってたんですけど、はい、相棒にやっぱ少しずつマネジメントを教えて、はい、そうですね、今では多分僕がいた時より多分売り上げ伸ばしてるんで、だいぶその相棒がマネジメント能力がすごいですね、すごいですね、はい、ちょっと悔しいやつですね、はい、ちょっと相棒のおかげで、そうですね、一応まあ日々その毎日売り上げの報告は聞いてるんで、はい、大体売り上げを聞いていくとなんとなくまあ様子が見えるんで、あ、そうですね、はい、でまあちょっと悪くなったりするとたまに戻ってチェックしたりとか、はい、そういうことはやってますけど、2人でやってるから、はい、1点ずつ、まあ、切り盛りができるとか、まあまあそれもありますね、はい、相棒の存在がすごくでかい、あ、でかいですね、大きいですね、ラッキーですね、ラッキーですね。じゃあそうです、その、まあ、こちらのレストランには何人ぐらい従業員の方は、ミスセのレストランは、今日本人がまあ僕と2人と、はい、マカオ人が9人、9人、はい、あとフィリピン人が2人、2人、あとポルトガル人が1人で、人を引っ張っていく上で、はい、多分今日本の方でもマカオの方でも、はい、これまでの経験でも、はい、多分人を引っ張ってきたと思うんですけれども、はいはい、一回マカオではなく日本でここまで来るまでに、はい、まあ、二人三脚で人を引っ張ってきた中でちょっと難しかった点とかっていうのは、まあそうですね、従業員、従業員、うん、そうですね、やっぱりそのこっちと同じ気持ちになるぐらい頑張ってほしいじゃないですか、やっぱ経営者、そうですね、でもなかなかそこまでこうね、あれね、どうやったら社員のこうモチベーションというか気持ちを上げられるかっていうのがやっぱりそうですね、一番難しいというか、はい、それが大事ですよ、まあ仕事以上、単なる仕事以上にやっぱお店を好きになってもらってるから、はい、職場をやっぱそうですね、好きになってもらうことが一番大事かなと思って、もうモチベーションを上げてもらうためにもう職場を好きになってもらう、はい、働きやすい環境とかいい場所だなってやっぱ思ってもらえるように最初言ってらしたことですよ、環境作りって、そうそうそう、そこですね、あ、なるほど、ちマカオでも同じだとは思うんですけれども、はい、マカオで日本ではちょっとうまくいくけどマカオで
独特の難しさもあるんですか？ああ、まあそれは全然違いますからね。そうですね。マカオでは何がやっぱリーディングですよね。まあむずそうですね。やっぱり日本人はやっぱ皆さんルールよりも結構厳格というか真面目じゃないですか。やっぱこっちはこっちで文化が違って時間もゆっくりですし、はい、そうですね。まあ別に遅刻しても別にそれほどもう普通な感じ、特に謝るわけでもないですし。あ、そうなんですか。いや、全然普通に遅刻してくるんで。まあ、そうなんですね。はい、そうですね。で、あとあんまりこう、そうですね、怒られ慣れてない人種なんですよ、マカオ人って。それはちょっと感じるかもしれない、はい、なんでやっぱ怒って教えるかっていうと、そう、じゃあ怒ったらうまくいくかそうでもないんで、はい、やっぱりこう、まあ注意はするけど、やっぱ怒らない方がいいですね。あー、なるほど、はい、日本ではたまに怒ったりで、まあ怒る時代がありますね、もちろんそうですね。マカオではあまり、マカオだとやっぱマカオ人はマカオ人で、そのやっぱこうね、やっぱこう生まれから育った環境があるし、そうですね、同じではないんで、やっぱりマカオ人のこう、そうですね、どうやったらやる気が出るかとか、そういうの考えながら、そうですね、違いを、はい、あんまりだから日本よりは言い過ぎないように考えますね。マカオでも基本的に気にしていることはやはりモチベーションと環境作り。そうですね、やっぱりどう、そうですね。ああ、なるほど、そうですね。難しいと思う、マカオ。マカオ、マカオ、なかなか難しい。やっぱり初め分かんなかったんで、はい、ちょっとやっぱ初めちょっと、そうです、トラブルもあったりとかしたんですけど、今、だいぶそう分かってきてるので。従業員さんと、はい、まあ、コミュニケーションを取られると思うんですけれども、その中でやっぱじゃあ難しさっていうのは、はい、マカオにおいては、日本の価値観を持ち込まないっていうことになるんですかね。そうです、あんまり強くは、そうですね、基本的にはあんまり、そうですね、食事とかはまあなるべく日本文化をね、はい、持ってこうと思ってますけど、はい、そういうやり方としてはやっぱまあマカオの方に合わせようかな。ああ、なるほど、はい、特に思いますね。コミュニケーションを取る上ではこちらに合わせるといった形になるんですか。そうですね。いや、そのやっぱ先ほどちょっと何かしらトラブルもあってっておっしゃってたんですけれども、そういうマネージャー、店長間、社員間と、はい、まあ、従業員、もしくはアルバイト間で、何かしら問題が起きたりすることもあると思うんですけれども、はい、そういう時は、どのように解決されているんですかね。そう、今、ちょうど一人、まあ、店長もいるんで、はい、そうですね、多分店長の方が話しやすいんですよ、いろいろ。あ、そうなんですか。なんで、まあ、その辺で話してもらって、そこから両方の話を聞いて、はい、でそこから、そうですね、だからワンクッションをまあ置いてますね、だから、ね。ああ、なるほど、はい。いきなり僕のところでやると、ちょっとやっぱ、まあ、一応社長なんで、はい、いきなり言いづらいっていうのもあったりするんで、自分の中では。まずは、そうですね、店長の方に話があって、その後来てっていう、その、そのおかげで、はい、その方があれですね。あ、そうなんですね。そうですね、で、ちょっと時間を遅れる分だけ僕も解決策を考えられるんで、じゃあこれはこうしよう、ああしようっていうのも、その後でいう感じにしてますね。店長も話しやすいんですよ。店長がやっぱ話しやすい。逆に僕はあんまりだからそんな仲良くなりすぎちゃいけないと思ってるんですよ。あ、そうなんですか。従業員とは。ある程度ちょっとした距離があった方が、はい、その社長としてはうまくいくと思ってるんで。あ、はい、そうですね。だからあんまりだからその従業員とか、まあ、店長、まあ、飲み行ったりとか、まあ、食事行ったりとかしてるみたいなんですけど、はい、あんまり僕は参加しないですね。あ、もうそれは意図的にしてないってことですか。意図的にはしてないです、ね。あ、そうなんですね。はい、そうですね。でその従業員間でも問題はあるとは思うんですけど、はい、従業員間の問題っていうのはもう従業員に距離が近い店長に任せてるといった形なんですか。まあ一応話は聞いて、はい、まあ、こう そうですね、店長にもこうしてる話っていう指示は出しますけど、はいはい、あまり従業員同士のトラブルにはあまり口出し、はい、あんまりだ僕が出してる感じにはしないですね。ああ、なるほど、はい、あ、そうなんですね。それあくまでこのこれまでに先ほどあまり入り込まないようにしているとおっしゃってたんですけれども、はい、従業員に対して何かしらのアクティビティというか、はい、催し事っていうのはしたことっていうのはあまり、そうですね、だからまあ日本人の社員とかはちょっと、はい、そうですね、海外研修みたいな感じで海外に呼んだりとかしますけど、はい、そうですね、だから社員はやりますけど、バイアルバイトに対してはそこまで、そうですね、はい、まあ誕生日になんかこうケーキあげたりとか、そういうのはまあケーキあげてるんですか。いや、まあその、そう、まあ、その別に毎回聞いてもですね、そのいろいろその場合、そのどの場合勤めてるかとかにもいるんですけど、はい、あ、すごい素敵ですね。そういう社員の誕生日とかなんかしたりとか、そうですね。あ、なるほど、はい、あ、そうなんですね。店長さんは、いや、従業員のために何かしら開いていて、なんか飲みに行ったりとかもうしてらっしゃる、まあ、そうですね、はい。あ、なるほど、本日の店は着く時にまず、まあ思ったゴールっていうか、まあ思った目標としては10年になると
10年続けようこの店っていう気持ちで始めたんで、もう今は、まあ、なんとかそうですね、達成、そうですね、そうですね、あ、そうですね。今ちなみに第2の目標みたいなのはあるんですか？第2の目標、そうですね、今まあとりあえずマカオでお店がもうできたりしたんで、はい、はい、じゃあ次どうしようかと思った時に、はい、例えばまあ違う国とかもあるじゃないですか、はい、タイとか、まあ、この辺のシンガポールとか、はい、まああるとするじゃないですか、はい、でまあなんとか頑張ったりいろいろ行ったりすれば多分できるとは思うんですよ、はい、うん、でもなんかそのもしそのまあシンガポールでもう一軒作ったっていう話をした時に、はい、その今日本、まあ、友達とかがどういう反応するかっていうと多分おそらくあそうなんだあすごいね、うん、頑張ったねって言われると思うんですよ。そうです ね、 ねでもしかして、まあ、アメリカとかでもしてても、はい、あすごいねって感じがあると思うんですけど、はい、やっぱすごいねぐらい言われるだけだとちょっと目標に僕としてはちょっと足りないというか、マカオの時ぐらいでインパクトが欲しい。そうそうなんですよね。サラリーマンの時も辞めてワーゲンバスで、はい、バーやるって言うと、はい、周りは辞めとけみたいな、そうですよね、そういう反応が多いんですよ、はい、でマカオのお店やるっていう時もみんなその想像がつかないんで辞めとけとか、そうですよね、そういうことの方がやっぱこう、まあ、やる気が出るんで、今だからその目標を探してる段階ですね。次なの目標をやっぱりちょっともうそうですね、想像できることがちょっと目標にならないんで、ちょっと想像を超えるものがなんかないかなと思って、そうですね、あ、そうなんですよ、はい、探してますね。なかなかこう難しいですけど、もうアフリカとかになっちゃうんですよねアフリカで見て楽はみたいな場所であるから、そうですね、なりますよね。どういうことかちょっとまあ分かんないですけど、またそういう、そうですね、ちょっとインパクトあるものがなんかないかなって今探してます。では、これまでの目標は、これまでのその、まあ、26歳か20年間で、はい、20年間してきた中で、はいはい、これが一番自分の中で達成できたことなんて言いますか、はいはい、一番誇れるものって言いますか、一番やり遂げた大きかったことって言いますか、2つあるんです。2つ、はい、大丈夫ですか、ね、はい、全然大丈夫です。お願いします。まあ、1個はやっぱお店としては、今その六本木のカフェフランジパニが、はい、とりあえずそう、まあ、10年続いて今15年続いて、はい、未だにこう、まあ、できてるんで、はい、やっぱりそのお店を作れたことはやっぱ今まで、まあ、何軒もお店作りましたけど、はい、一番まあ成功したかなっていう感じは今してますね、はいはい、あともう一個はその、そのバーをやってた時にバーをまあまあ、いろいろちょっと事情があって、まあ、閉めるんですけど、はい、その後にちょっとそのバーで会った話をちょっとその、はい、まあ、小説にして書いて、はい、で、まあ、ちょっとそこそこ枚数たまったんで、なんと形にしたいなと思って、でそれをこう、まあ、いろいろ調べていくうちに、まあ、なかなかその出版するの難しい状況で、はい、とりあえず自費出版みたいな感じなら、ああできるなと思って、はい、でとりあえず自費出版で小説を出すんですよ、はい、で小説を出して、そしたらまあその自主出版だったんでちょっと1000部すったんですよね、はい、したらまあなんか前ちょっとバンって売れ、まあ、1000部すぐ売れちゃったんで、出版社の方が今度買い取りみたいな形になって、はい、まあ、出版社の方で出版しますと、はい、普通に、でそれ出版してもらって、でその後、まあ、なんかまあ3回ぐらい使ってもらって、はい、でその後たまたま映画監督やってる友達がいて、映画の映画監督、あ、映画監督、映画監督、映画監督をやってる友達がいて、その映画監督をやってる友達に渡したら、その映画監督の友達がこれ面白いから映画にしようって言いまして、あ、本当に、いや、やってくるならありがとうっつって、はい、で渡したらその後、そうですね、一応オーディションとか役者とか全部揃えたりとかスポンサーも見つけてきて、はい、でとりあえずもう映画の準備もし始めて、はい、でそうですね、1年半ぐらいいろいろロケとかも全部含めて撮り終わって、はい、で、まあ、その監督が持ち込んでったら渋谷の QX という映画館が、はい、あ、やろうみたいな話になって、はい、とりあえず映画になって上映をそうですねしてもらって、はい、映画化したんですか？映画化になって書いた小説、はい、でその後、まあ、大阪とか、まあ、そうですね、日本の 3,4 箇所やってもらって、はい、え、すごすぎますね。いや、ラッキーなんですよ。でその後あのツタヤの DVD にもなって、はい、本当ですか？ツタヤ行った DVD がちょうど1本ぐらいこう置いたみたいな。本当ですか？僕日本に帰ってツタヤ行ったらありますか？で今もうツタヤだともうそのもう結構前のやつなんで、はい、今ツタヤディスカスってあのネットで、はい、ネットでツタヤで落とせるやつがあるんですけど、それはまだ今残ってますね、まだ。何ていう映画？はい、アディクトの優劣感ってちょっと文章長いので後で言ってます。あ、わかりました、はい、すごすぎますね。で最後がその全然知らないですけど友達からメール来て、どうしたって聞いたら、今お前あの
ギャオっていうそのサイトがあるんですけど、はい、ギャオのサイトに無料動画で同じやつ流れてるぞって言って聞いてないみたいな知らないみたいな勝手に無料されたんですか勝手にやってるみたいな勝手に無料されたんですか勝手にやってました。結構でもすごく嬉しいですよね。あ、それはちょっとラッキーですよね。そうです、小説映画そうです、それはちょっとその、はい、まあやっぱそのお店もね続けてきて、はい、まあお店の話を書いたんですけど、はい、まあやってきてよかったなみたいな体験ではありましたね。2つはもう1つの15年以上続けていることと、はい、もう1つはもう自分の経験から書いた本が、はい、そうですね、すごいですね。次マカオバージョンそうですね、マカオの話も結構いろいろ面白い、いろいろありますね。ありますからね、そうですね、ちょっと本にそうですね、したいですね。そうですね、そうですね、次先ほどちょっとお聞かせいただいたんですけども、はい、次のレストランを開くかということを聞きたいんですけども、はい、それはもうちょっと挑戦しがいのある場所を見つけることができたら、そうですね、もう一軒、そうですね、まあ場所もそうですし内容もそうだし、ちょっとそうですね、なんかいや、まあ、同じような形の店はもうちょっとそんなにもう作ろうと思ってないんで、はい、なんで別にこうね、よくなんかまあお店うまくいくとフランチャイズしていろいろ広げて、はい、そうですね、そういうつもりも全然なくて、そういうのよりはなんかもうまた違う形でちょっとこう人がえやめとけよって言われるようなんかいやなんかあればやれるような探してるところですね、はい、お店のタイプもお店の場所も探してるんですけど、はい、ちょっとやってみたいな、そうです、やる気になるような姿が探してますね。面白いですね、面白いじゃあ最後の質問になるんですけれども、はい、池間さんの最終目標っていう、最終目標ですね、まあそれちょっとこの間あったんで、あ、でも自分でもあそこ最終目標ってなんだろうと思って、はい、でやっぱりなんだろう、もうある程度こう想像つく状況になってもまあそうですね、すぐ慣れたら普通になっちゃうっていうか、でも目標決めても例えば、はい、そうですね、それが達成した瞬間はやったぞと思うんですけど、おそらく1週間したらもう普通になっちゃうと思うんですよ。そうですね、で結局それ繰り返してきてるんで、やっぱりなるべくその、はい、そう最終目標をまあ探すというのがまあ逆に言うと最終目標というか、まあ、そうですね、まあだから途中でもいいと思うんですよね、はい、要は最終目標を達成できないで、まあ、死んじゃっても別にそれはしょうがないけども、はい、でその中に常にこう目標を探していくっていうのが一番大事かなみたいな、はい、その中で次のゴール、次のゴールというか、そうですね、そうなんかあれなんですけど、なんかだから、まあ、例えば、ね、10点も100点ももしたりとか、はい、お金もしないとかっていうのはあんまりもうどこでもよくて、はい、それよりこうなんかやれる過程を、ね、探したいというか、うん、あんまり結果よりはそうです、過程楽しむ、過程を楽しむ、楽しむことができるので、1個ずつ次アチーブといいますか、1個ずつ次達成するのはこれで、これでこれでどんどん、そうです、そういう主催っていう感じですかね。あ、すごい素敵やと思いますすごい素敵やと思います。それでは今日長い間ありがとうございました。ありがとうございます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 。